トーマス・フェルメーレン。トーマス・フェルメーレン。1985年11月14日帯はベルギーアントウェルペン州カペレン出身のサッカー選手。FC バルセロナ所属。ベルギー代表。ポジションはディフェンダー。トーマス・ベルマーレンと表記されることもある。5、6歳の時に KFC ジェルミナル・エケレン。現在は解散の下部組織に入団した。エケレンは オランダのアヤックス・アムステルダムと友好関係があり、2000年15歳の時にアヤックスのユースチームに移籍した。2003年にトップチームに昇格し、2004年2月15日の FC ・フォレンダム戦でデビューした。この年アヤックスはエールディビジ優勝を果たすが、これ以降対談まで優勝を経験することはなく、最初で最後の優勝となった。 2004から05シーズンは RKC バールバイクへと、レンタルされた。レギュラーポジションはつかめなかったが、エールディビジ初ゴールを記録。13試合出場で2ゴールとまずまずの結果を残した。2005から06シーズンにアヤックスに復帰して、以降はチームの中心選手となり、KNVB カップヨハンクライフシャールの連覇に貢献。2008から09シーズンには、 アヤックスのキャプテンに選ばれたが、チームは無冠に終わった。2009年6月19日、イングランドのアーセナル FC へ移籍金1000万ポンド、約15億9000万円で移籍した。8月15日のエバートン FC 戦で、プレミアリーグデビューを果たし、プレミアリーグ初出場で初得点を記録した。その後は、驚異的な速さでチームに順応し、 ウィリアム・ギャラスと鉄壁のセンターバックコンビを形成。開幕からわずか数試合で、クラブにおける地位を確固たるものにした。シーズンを通して、チームを牽引し、加入1年目にして、替えのきかない絶対的な存在となった。ただ、2010年4月14日のトッテナム・ホットスパー FC とのノース・ロンドン・ダービーにおいて、ハンデ・ミカエル・シルベストル不詳交代し、 その後シーズン終了まで復帰できなかったが、チームメイトのセスク・ファブレガスと共に2009から10シーズンのプレミアリーグのベストイレブンに選された。2010から11シーズンは、ギャラスが、そのトッテナムへ、ソル・ギャンベルが、ニューカッスル・ユナイテッド・ FC へ、シルベストルが、ベルダー・ブレーメンへ移籍したことにより、新加入のローラン・コシールニーやセバスティアンスキラ出し、昨シーズン終盤に怪我から復帰した。 ヨハンジュルーと共にセンターバック陣の形成を期待された。しかし9月7日のエウロ2012予選、トルコ戦でアキレス腱を負傷し、公式戦出場は8月28日のブラックバーンローバーツ FC 戦までのわずか3試合に止まった。当初は短期間で戦列に復帰できると見込まれていたが、回復せず2011年3月17日に、 ベンゲル監督により2010から11シーズン中の復帰は無理と発表された。しかし、それを覆して4月28日のマンチェスターユナイテッド FC との練習試合で復帰した。5月8日のストークシティ FC 戦では遠征メンバーに帯同し、5月15日のアストンビラではフル出場を果たした。首相だったセスク・ファブレガスの遺跡によって、 2011から12シーズンは新首相、ロビン・ファンペルシに次ぐ副首相となった。この年は何度か怪我による離脱もあったが、DF ながらチーム3位体の6得点を挙げるなど活躍を見せた。ファンペルシがマンチェスター・ユナイテッドに移籍したため、2012から13シーズンは新たに首相に就任した。しかし、2012年11月3日のユナイテッド戦で、 自身のクリアミスからそのファンペ氏に、先制団を許して1から2で敗北。さらにそれ以外にもミスが目立ち、首相ながら、ベンチに降格。コシールニーと、ペアメルテザッカーの後陣を排した。2014年8月9日、FC バルセロナへ5年契約で移籍した。加入後も度重なる負傷によって、離脱を繰り返し、チームは、リーガエスパニョーラ、コパデルレイ。 チャンピオンズリーグの三冠を達成するものの、自身はリーグ戦1試合のみの出場に止まった。15から16シーズンは開幕戦からスターティングメンバーに名を連ね、開幕2戦目の8月29日、タイマアラガシー F 戦で決勝点となる遺跡後初ゴールを決め勝利に貢献した。しかし、再び負傷によって戦列を離れ、 復帰後のパフォーマンスは定調に終わりポジションを得るには至らなかった。2016年8月8日、セリエ a a スローマへレンタル移籍した。買取オプション付きのレンタルとなる。17から18シーズンはバルセロナに復帰するも出場機会が得られない状態が続いたが、CB に負傷者が続出したことでレギュラー入りを果たす。 12月23日のレアルマドリーとのエルクラシコではフル出場し無失点に貢献した。2006年3月5日、ルクセンブルク代表戦でベルギー代表デビュー、レギュラーを獲得。北京オリンピックにも出場し3位決定戦でブラジルに敗れ同メダルを逃すもチームの健闘を支えた。2009年10月8日からはベルギー代表のキャプテンに指名されている。 2009年11月14日の親善試合、ハンガリー戦で代表初ゴールを記録。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。